で私に及ぶはずはない。それを思い知らせてあげよう。気をつけて、今までの日じゃないよ。これはあれ、9999HP とかあるやつ。強い相手だよ、気を抜かないでね。気持ち悪。今は確か回復はユキコちゃんに任せて、いや、ここで思いっきりこれ使おう。じゃあチャージ。で、ユキコちゃんは回復。ペルソナ、これでさ、後からカンジ君、ナオト君、クマちゃんが火星とかってないのかな。今誰だ。あ、ヨウスケね。じゃあこれ勝負。もうこれを、うわ、2回も使いやがった。俺を打ち消すやつ持ってたような気がした。味方全体だって、敵全体にかかってるステータス、全体というか一人だけど。あー、使えないの。これはどう。あ、使えないの。じゃあ何もできないじゃん私。ネギドラゴンもな、もったいないし。じゃ、ちょっと弱い。せいちゃんはどう。あー、そこそこ。でもあんまり効いてない。音が消えちゃったよ。頼むぜ、ペルソナ。何？もう小さな音だけど音楽が。オーケストラさん、お願いしますよ。じゃあそっちがその気だったら私もこれを使ってみるわ。ペルソナ、人間のメギドラゴンどう。あー、そこまで効かない。じゃあちえちゃんはいつも通り。いや、これ防御力が低いから聞いちゃったのかな。ペルソナ、はい、ちょっと陽介に防御力を上げるやつを作ってもらおう。これか。ここまで来たら、これが一体の攻撃と防御力命中率がアップする。あ、なんかすごそうなやつがあるんじゃん。敵一体の、あ、これ使える。じゃあちえちゃんお願い。おー、強い。回復というよりかはアイテムでいっか。じゃあこれで頼むぜ、ペルソナ。おー、これも強いじゃん。いやー、痛い、熱い。できて。これ結構弱いな。あ、これで下がったな。じゃあ今はいいか、まだ。いや、でも私にかけておっか。
チャージ。やあ！ユキコちゃんを回復。ペルソナ！はい！そして、様式はこれ。勝負！ペルソナ！何黒い金だよ。やあ！あ、でもそんな効かなかった。私攻撃力上がったからな。ちょっとこれでいっか。ペルソナ！あー、いい、嘘、最悪、最低。ちえちゃん、やっちゃってください。あ、これでチャラになったかな。じゃあ、マカの葉。勝負！ペルソナ！雷あったらさ、雷反射のもの付けられないやん。おお。なんかそこそこというか、今のペルソナ大丈夫かな。あ、雷反射してる。反射しないものがいいか。なんかどれも微妙だな。あ、これでいいや。風の強いやつあるし。あ、そっか、まだ私のターンか。じゃあこれ、あ、コンセントレートあんじゃん。でも今マックスなんだよな。チャージもあるし。じゃあこれだ。おお。あれ、ちえちゃんって上がってんだっけ。あー、でもさっきのチャージであれか。ちゃんじゃなくて、ゆきこちゃんは容器を回復させるか。味方一体これ。サンキュー。じゃあこれで勝負。お、やっと元に戻ったわ。おお、頑張れよみんな。あー、みんな元に戻っちゃった。物理攻撃だな、コンセントレートは。あ、これだ。なんで技を使った時にユキコちゃんは私を見るの。じゃあこれで。知恵先輩の体力が、誰か回復お願い。ユキコちゃんお願いします。ペルソナ、はい。魔法攻撃2倍のやつ、コンセントレート的なアイテムはあったっけ。ここは関係ないとして、反射かないか。これ真封じだし。陽介は攻撃力を上げてもらうか、どうしようかな。いや、防御にし、いや、でも後から追い打ちかけられそうな戦いというか、攻撃きそうな気がするので、今は攻撃を上げておこう。私の舞台はもう終わったの。ここで全て終わらせてあげよう。あ、防御あった方が良かったか。
がしてるよ。はいはいはい。なんかそんなのが、これか。ちえちゃんをチャージやったっけ。やったか。じゃあこれで。なんか弱くなってんだけど。じゃあ回復。ペルソナ。ソーマは持ってるので。陽介はこれ。勝負。ペルソナ。連続でそれはずるいよ。ユキコ先輩、誰か手当てをお願い。そうだな、これ魔法攻撃だったからこれで。おお、めっちゃ強い。じゃあちえちゃんはチャージ。陽介じゃないや、ユキコちゃんは回復。そろそろソーマの出番だな。次の攻撃来たらソーマ使うか。頼むぜ。私回避率すごいな。あー、そして何も使えないんや。怖いのでガード。みんな気をつけて、体力やばいよ。ちょっと待って、なんかソーマ持ってるか不安になってきたんだけど。ソーマはあるね、一個。じゃあちえちゃんこれ使っていいよ。ゆきこちゃん、ソーマをお願い。完全回復だ。じゃあみんな、これを。いやー、やだもん、これ。みんなそれぞれか。じゃあまたコンセントレート。で、ゆきこちゃんはチャージ。ゆきこちゃんじゃない、しんちゃんだ。で、ゆきこちゃんはみんなの攻撃じゃないや、みんなを攻撃しちゃダメだよ。みんなを回復。陽介はいつも通りの技。頼むぜ。けどだいぶ来た。真ん中？あ、ちょうど真ん中か。さて、そろそろ終わらせようか。あ、防御のやつをつければよかった。次はつけよう。何？せっかくチャージしたのに、もう許さない。サマリカーム。ペルソナ。ガールダイン。頼むぜ。ペルソナ。おー、ナイス。ここはやっぱチャージというはコンセントレート。ドラ。
ちえちゃんはチャージ。もうせっかくチャージしたのに。で、ゆきこちゃんは回復。で、陽介にこれをかけてもらおう。おー、ラッキー。じゃあ万物竜電、万物か、万物か、いやー最低、これ SP めっちゃ使うのに。せいちゃんお願いよ。で、アイテム、で、魔法攻撃。なんか150じゃアイテムの始めやつでもいいかも。よし、またコンセントレート。チエ先輩、攻撃力が低下してるよ。なんだと？来て、ペルソナ。先輩、素早さも低下してるよ。ゆきこちゃん、助けて。気絶ダウン状態。あ、これダメなのね。味方全体退場者がいない。ヒランヤ、これもいない。敵全体のステータスは関係ないからな。これか、効果がない。なんかもったいないことしたような気がする。じゃあこれ使おうか。なんでちえちゃんにかけるかな。チャージしてるからか。ちえ先輩、誰か回復してあげて。今度は当たれよ。ウッドラ、おお、めっちゃ高い。知恵先輩、攻撃力が低下してるよ。あー、でも上がってるけど、せっかくのゴッドハンドが使えないよ。味方一人のこれだ。それで陽介か、知恵ちゃんじゃない、ゆきこちゃんか。そうだな、今はちょっとだから、マカのハイオリカはこれでいっか。あと100だとそんな上がんないな。頼むぜ、みんな生きてよ。ちえちゃん、ちえちゃん。そして私はマンコンセントレートやったか忘れちゃった。やってないな多分。ペルソナ、せっかくチャージして攻撃力も高かったのに。ペルソナ、はい、もう二人の回復が心配だからさ。もう陽介、マカか、私だけでいっか。ユキコちゃん生きてくれよ。ヒールゼリーだよね。ユキコちゃん生きてくれよ、本当に。お、花村先輩、誰か手当てを。いや、ここまで来れば大丈夫。当たれよ。よし、ユキコ先輩ピンチ、誰か手当てをお願い。来て、やあ、
で回復だ。ペルソナ、はい、で、これだ。勝負。そろそろ回避率を上げた方がいいな。あー、ここはコンセントレートというよりもこれを打ち消さないと。いや待てよ、それは他の人にやってもらおう。ドラ、ちえちゃんをゴッドハンド。やで、陽介に打ち消しを直してもらおう。これが敵敵。あ、違うのね。じゃあこれだ。え、私何をさせられたのさっき。じゃあもう一回これでいいよ。というか陽介かと思ったらユキコちゃんだったわ。頼むぜ。というか人間サイドは風の攻撃しか知れないや。いやー、花村先輩、誰か手当てを。助けて助けて、生きて。花村先輩、ショー、やばいよ。なんかいい足持ってなかった私。味方一体だけか。味方全体完全回復がない。緊急事態ペルソナでなんかアムリタってなんだ。あ、違うな、メディアラハン。あー、うーん、私が治りたいんだ。体力少ないよ、気をつけて。ディアラハンでいいんだよね。ユキコちゃんをサマリカーへ。ちえちゃんだ、どれか治ったりしないのかな。あ、またここにコンセントレートあるわ。んー、でもペルソナを変えておこう。どれだっけ、さっきの万物っていう万物。これ万物ルテンって呼んでたけどルテンかもしれないな。じゃあコンセントレート、あ、消えてたのね、ごめん。じゃあこれでいいよ。ドラ、お、あとちょっと。死んだ人生き返らせるやつあるかな。でも持ってた気がしたんだよね。どれだ。あ、これだ。でユキコちゃんは回復というよりかは、いや、これ関係ないんだよね。スーパーソニックってなんだっけ。あ、これお願い。もういろんなものを使いたい。あ、SP、ちょっと私にちょうだい。いやー、生きてよ。嘘、ユキコ先輩、ユキコちゃん、嘘、チエ先輩ったら。あ、また嫌な夢を見た。気を取り直して戦おう。
ちゃんはチャージで。ユキコちゃんは回復。ペルソナ。陽介はガルダイン。勝負。ペルソナ。さよならだ。死という現実を受け入れるんだね。わ、これよーく見たら気持ち悪。ピクセンの出せない。ユキコちゃん。あ、ユキコ先輩。いやー。ダメ。え、ちえちゃん。そんな女の子をさ人質に取るなんて神がやっていいの？もう許さない。これは聞いてんだっけ？そして雷が使えないんだっけ？ダメギドラオンだ。これで決めてやる。決まんなかった。陽介頼む。勝負。ね、陽介も？陽介！花村先輩！残念だよ、こんな幕切れになるな。え、頑張れ、ちょっと私頑張って。嘘でしょ？